はい、始まりました。ちゃんね、さあここからですね、はい、カールさんにおいでいただきまして、はい、東大2024年の、はい、問題見ていきたいと思います。はい、さっき終わったばっかりでまだ来てばっかりですが、さあ解いたので、見ていきたいと思います。はい、まずはじゃあ自由英作文ですが、まあ紙が人類の最も偉大な発明の一つであるっていうのと、自転車ですね。まあだから車輪とかはねよく出るんですけど、なかなか自転車っていうのは難しいかなと思いますね。だ紙は出たことあるんで、まあ、そこまで難しくない。まあ冷蔵庫とかいろんな発明品っていうのはね過去に、出題されたことありますので、はい、こういうのはできるようにしておくといいと思いますね。まあ、自転車はその後にバイクにつながり車につながりみたいなんで書けるかな。自転車がなんかいろんな発明の中の一つ、そう、自転車によって人がより遠くまで行けて、うん、動物に頼らないでそれなりの距離の移動ができて、うん、もしかして自転車を発明することによって道路の整備が進んだとか、そういうのができますね。はい、まあ、紙はいろいろね、本当に一人の知恵が印刷されて別の時代に、そうですね、他の人たちにも伝わったし他の時代にもってですね。はい、で次がクォータ制ですね。クォータ制はまあ知っといてほしいけど、女性がね入ってなきゃいけないとかっていう、まあノルマのことですね、クォーラっていうのは。それの和文訳です。クォータ制はそれが一時的であろうがなかろうが一つの有効な手段であって、長い時間の中で根付いてしまった不平等を迅速に解消することを目的としている。それが達成された暁にはクォータ制はまさに平等の原理に照らして廃止することもできる。はい、カルさんどんな風に書きましたか。はい、A quota system, whether it is temporary or not, is one effective way, または means, of quickly, swiftly, rectifying, resolving, removing, fixing inequalities that have taken root over a long period of time. Once it achieves its goal, it can be compared against principles of equality and itself be abolished. Oh, なるほど。そうですね。それ自体をなくすこともできるっていうことですね。はい、ちなみにこのまさにの部分が私は何と訳せばいいのか分かりませんでした。ああ、なるほど。まあよくあるのはまさにっていうのは強調。じゃあこの itself がもしかしてそのまさに。まさにに当たるかな。はい。そんな感じで、まあ rectify とかね、そう、私はすぐにね言われた時に構成するって何って言ったら rectify でも普通受験生は浮かばないですね。はい、はい、でもまあ例えば resolve、remove、fix 意味的には通るんじゃないかなと思います。多分だから correct とかかな。ああ、そうだね、それもすごくいいんじゃないですか。はい、多いかなと思いますね。あとは単数にするのか複数にするのか、うん、多分どっちでも、あの一般論だから複数にしてもいいんですけれども、はい、そうするといろいろと調整しないといけないから、うん、どっちに選択してもいいと思うんですけれども、一貫性が大事じゃないかなと思います。はい、はい、そういう感じでございました。さあ、はい、皆さんはどう書きましたか。皆さんが見れる 4A とか 4B 正誤問題とか、この和訳ですね、それだったら皆さんも、ね、東大受けてない人も、はい、見て一緒にできますので、そちらやっていきたいと思います。はい、まず正誤問題ですね。難しかったですか、どうでした、レベルは。ちゃんと見ないと、もうこれかな。消去法でやりました。はい、最初が、Either slower or faster ですよね。Either or、ね、Either and、はい、ではないですね。はい、22はE. E ですね。はい。Ah, presented が be presented. そうですね。Was presented for 受け身しないといけないですね。受け身じゃないとおかしいです。まあ、それが分かんなくても present 多動詞だろうな、でも目的語ないなっていうので、まあ気がつけるかなと思いましたね。はい、うってなったんで、これは見てた時に。次が23番ですね。はい、23番は A ですね。はい、はい、これは or が来てるんで、だから whether でしょうね。Whether the presentation fell shorter or longer ですね。How じゃ意味が分かんないですね、これだと。そうですね。どのように A or B。だ結構厄介は厄介なんですよ、他のところとかも。The exact opposite was true とか、exactly じゃないのとかってね、思う人も多いと思いますね、これとかは。この exact opposite、opposite が名詞なわけですよね。Opposite、 はい、そうだ、これを形容詞の opposite だと思って exactly opposite じゃないのとかって思っちゃう人は出るだろうなって思いましたし、 shorter than it actually was とか、この語順がやっぱり変だと思っちゃう人、この間正誤問題に似たようなの動画で出した時に変だって言ってる人たちいたんで、こういうの sure was とか、普通によく使う it really was とか、うん、it usually was とかね、そういう風にここに入るの変だと思っちゃう人がいるので、はい、出やすい。次、24番ですね。24は、これは文法では解けない問題でしたね。文脈じゃないと。一つ前の文、
を見れば、全く the exact opposite のことを言ってました。逆のことですね。だから there is more time じゃなくて less time ですね。When there is less time between two beats っていうことなんで、これはもう文脈で解かないといけない問題でした。で、25番ですね。これ時々出るんだよね。最後のいいですね。Something similarly fundamental as the passage of time って言って、アズアズなのに、なんかアズが similarly に変えてあるとかっていう、なんというか謎のこれですね。はい。As fundamental as のこの as similar と似たような意味だから、混乱するかもしれません。そうということですね。2個あずあずなのに片っぽいないよみたいなのは、はい、成功で出ることありますのでご注意ください。なんで、まあ、気づくか気づかないかきちんと構文取ってって感じで、だ今回見つけるのはいつもよりは大変じゃないけど、ただ難しいです。時間ないんで、とにかく東大英語って、はい、そこを見つけられたかっていうのはかなり大変だと思います。続いて和訳ですね、はい、Sometimes I'd rip handfuls out and stuff them in my mouth, which wasn't much like the way any animal I knew of ate. はいですね、これだからまず I do が I would であるってことですね。はい、ボイルで、はい、よくやってたっていうので、はい、昔の習慣で、ね、で handfuls っていうのも多分わからない人が多いと思いますね。ひとつかみっていうんですか。そうですね。なんでそれを少量って意味もあるので、 a handful of とかね、はい、それで少量とかってやっちゃダメだよっていう感じです。でスタッフ動詞で使ってますね。口にこう入れるスタッフ、詰める。そうです、はいはい、で I knew of がアニマルにかかりますね。そして私の知ってる動物では、あ、もしかして知らない動物ではこういう食べ方するかもしれないんですけど、私の知ってる動物ではこういう食べ方するのはいない、知ってる限りはいないっていうことですね、はい、そうしたら手でこう掴んでちぎって口の中に詰め込んでいたとですね。で、うん、それが私の知ってるどの動物にも似てませんっていうやつでした、うんうん、まあだからこのハンドフルーズかな。で次は、はい、Alone in the woods behind our house I had beaten my chestAnd acted out my own invented stories without a thought of how others' gaze might see me. って読んじゃいましたね。Without a thought to how others' gaze might see me. そうですね。だからこの without a thought to っていう形を見たことある人は相当少ないと思うんで、でも難しいかな、そこがって。To の方がやっぱり合ってますね。はい。Alone in the woods behind our house っていうのが、これがまず副詞というか、まあ、分子構文みたいなやつですね。家の裏に森があるわけですよね。それで一人でいて、はい、そうですね。この had beaten my chest っていうのは、そうですね、ゴリラみたいなやつですね。こう。で、叩いて、その胸を叩いて、他の人がどういうふうに見てるかですね。私をどう見てるかっていうのにを考えないでってことですね。それを気にしないで。うん、Without a thought はもうかなり強調してて、もう全く気にしてないですね、うん、でこう自分で作ったそのストーリーのこのアクターアウトがそれを演じるってことですよね。そうですね、はい、それをやってたっていうそういうやつです。まあやっぱうまく状況がつかめてたかどうかかなと思いますね。そうだから今年は構文ではなくて表現が分かりづらい、なんだこれ、なんどういう意味なんだろうって思うのが多かったかなと思います。構文自体が優しめでした。はい。でうが、はい、I learned in elementary school that we were animals, but unlike other animals, we did not seem driven by the instinct for physical survival. はい、ということですね。まあ要素の分離、land that は今回は要素の分離、まあほぼ毎年出るんですけど、すごく簡単です。で、animals だって習ったんだけど、でも他の animals とは違って、これによって動かされるんですね。instinct、本能によって。で、どういう instinct かって言ったら、それが生き残りたいってことですね。うん、はい、肉体的なこと、生き残りたいっていう本能。によって、まあ、生存本能ですね、サバイバルなんで、うん、それによって動かされないようだか、フィジカルサバイバルだと、もう物理的 に肉体的に、うん、肉体じゃない、この場合そう、まあこれはだからメンタルじゃなくて、だからもう食べ物があるのか、まあ、生理的な、うん、だっていうのに、だから物理的というふうに訳したら多分罰が来るようにしてるんだろうなと思いました。5番の、はい、5番で最初の河川部への内容を分かりやすく説明せよ。これいい問題ですね。これはね、間違う人出てくるけど、でも東大ではできちゃうと思うけどね。 The way home became home ですね。これはこれ The way home っていうのが、そう、 The way to my house ってことですね。そう、ハウスのことですよね、はい、だから家に帰るまでの道のりがもう家になったっ
ていうことで家とかそのホームは There's no place like home とかその自分がいるべきところとか自分が一番落ち着くところという意味のホームですね。まだ知らない人たちにも話しかけたりなんだりして So regular and familiar だからもうその知らない人たちもその最初のうちは知らなかったけれども、うん、途中からあの人のホームレスの人にあ今日どうですかとかっていう感じになるんですね、うん、それでもうファミリアな場所になったってことですね、はい、その道自体これはなかなか面白い問題でした。説明も出て。で、次が、はい、並べ替え問題ですね。はい。これも、まあ、優しめだったかなと思いますね。いつもの東大のものに比べたら。並べ替えると、No one had told me was that I was the one. What no one had told me was that I was the one. 自分が危ない。この人、黒人なんでね、危険な風に思われるってことをみんな言ってくれなかったよ。私が黒人であるってことがみんなにとって危険人物だっていうふうに見なされちゃうと。No one had told me that I was the one who was considered dangerous. 私が危険だって見なされちゃうんだよってことを教えてくれなかった。ここが危険だよ、ここが安全だよとかいろいろ言うけど、はい、自分が黒人であるってことがその危険だっていうふうに見なされちゃうものだってことをみんな教えてくれなかったよ。で、次が The old rules に従って筆者が実際に取った行動の例を本文から探して2つですね、はい、その2つが、はい、で、まあ、同じ場所にあるんですけども25ページの、うん、I would see a white woman walking toward me at night and cross the street to reassure her that she was safe。 つまり白人女性が自分の方に向かって歩いていると、うん、道を渡って反対側を歩くと自分が相手に危険の感じを耐えないという。そうですね、こういうのでまあまあまあよくあることです。まあ日本でも普通にねこう女性が一人で歩いてて後ろだと、はい、いやー気まずってなることよくありますからね、はい、だから少し距離を置いて、でその次の文も I would forget something at home but not immediately turn around if someone was behind me because I discovered that a sudden turn could cause alarm そうですね、こう後ろファって振り向いたらそれが危険ですね、はい。で実際にニューヨークでそれをやったら襲われたんですね。襲われて殴られて、なんでいきなり殴られるんだ、それがお前のせいだと言われましたね、うん、いきなり振り返ると襲われるんじゃないか。で次が空所埋めていくやつ、これが一番簡単でしたね。これは最初は Made Friends With ですからね、はい、Made 2個目がこれもよく出るって、はい、もういろんな動画で言ってますけど Pride oneself on ですね、はい、Pride myself on。で次は後ろに人 to do 取ってるので advised でしょうね。advised me to restrict、はい、で次が bullied me ですね、はい、警官が私のことをいじめた、うん、次は what he imagined で次が have not stopped walking ですね、はい、stop by ng で合ってますね、はいはい、これ東大英語でいつも思うけどここがえらい優しいですね。で次が入れられるかどうか、これ invulnerable ですね、あと全部逆で、だから無敵ではないっていうことですね、危険にさらされてるっていうことを。 It wasn't long before reality reminded me って言ってバットで逆になってて、そうだ私がそう危険な状況になるよっていうふうにしないといけないんで、だ否定語がほら wasn't 2個あってで invulnerable もこれも否定ついてるんで、はい、だからややこしくしてるなっていうのを分かった。彼がジャマイカでもういろいろ学習してきたから学習をここでも生かすつもりだったんですけども結局そうではなかったんですね。そうです。なんでじゃあよくできてますね。他の選択肢も逆のような意味になっちゃいますからね。内容と合っているものは誰か、これが一番は B ですね。 Being able to walk the streets of a city without fear or concern is a significant source of freedom for the、うん、全体に、まあこれ消去法で文に戻らなくても、うんうん、こう感じました。なるほど、全体のトピックとしてなっているという。もうこれが面白かったのはジャマイカの人がそれとアメリカの黒人とその感覚が違ってたことですね、うん、はいはい、ほぼ黒人ばっかりの国の人だったので、うん、黒人だからいじめられたわけではないですね。そういうのないですからね、はい、ではようやくいきましょうか。プロパガンダについてですね。コーポレートプロパガンダ、どういう感じの内容でした？ It talked about the history and the purpose of propaganda, public relations, and it seemed like they're kind of they have the same origin.、うん、so I didn't know that they started basically in 1920s.、and then at the end of the passage, it talked about how we don't use propaganda in a positive sense anymore. Right.And that's because propaganda has a negative association、mm-hmm. because of, well, they mentioned in the article Hitler, the negative use in World War II in particular.、Mm-hmm. なんで、プロパガンダっていうのが、はい、どういうものだっていうふうに書いてありました？ It's content that's in media of all forms. So television, educational materials,、mm-hmm. newspapers. So it's used, seemed like it's used both by governments as well as companies.、Mm-hmm.And、they also mentioned that
So either propaganda or public relations is an alternative to violence. Hmm. So in a way, controlling people's minds sounds negative, but the founder, so Edward Bernays, he almost said, like, we are morally obligated to control the public mind as a way to avoid violence. しなきゃ。なんか、we must do this みたいな感じでしたっけ。 And he also mentioned it's a way to keep society stable. So the government isn't changing all the time or the workers aren't rebelling against companies, etc. マイナス面じゃなくて、そのプラス面というか、もともとのものはこうだよっていうの。ただそのヒトラーとかのせいで、名前は変わった。そうですね。はい、名前は変わったけど、内容は割とそのまま。そう、あるっていう、そういったことを書けばいいと思いますね。はい。Corporate propaganda とは何か、うん、そして定義、目的、control the public mind、うん、violence の代わりになる。うん、でもそれでも多分文字が大体オーバーになっちゃうんでしょうね。その辺のことを入れられてるかどうか。で、次、空所補充ですね。最初が B。ね、はい、B の I don't remember if this was なんとかで、次が A by then though I had really started。 3つ目が D I'm no great sentence maker。 次が4が C I learned over time that the best magazine editors のやつですね。で、最後が E か、E、ここが E ですね。 It's impossible to describe。 で、並べ替え問題、ね、これが、まあ、ちょっと長かったですけど、はい、I once asked an editor if I could describe a particular street as tree-lined but trash scattered。 まあこれのポイントとしては ask 人 if の構文と、うんうん、あとは describe A as B の構文ですね。なるほど、が入っています、はい、ということでした。はい、やってみた感想はどうでしたか。画面でやるのが厄介ねそれは、はい、他の試験で時々やったら難しい内容がありますけれども、うん、これはそれほどでもない気がします、はい、なるほど。じゃ あとは自分としてはその、うん、割と長い記事をすごく短い、うん、あの文字数でまとめるのが何を入れて何を入れないのかは、はいはい、練習しないといけないものだなと思います、うん、ということでございました。はい、受けた皆さんお疲れ様でございました。カールさん、この後は早稲田の理工やってもらいましょう。はい、はい、やりましょう。ありがとうございました、はい、デキボーチン。